ミハイルシュティヒは、ドイツピンレベルク出身の元男子、プロテニス選手。身長193センチメートル、体重79キログラムの細身から放つ、時速時速200キロメートルを超える強力な弾丸サーブを最大の武器にした。自己最高ランキングは、シングルス2位、ダブルス9位で、シングルスダブルスとも、世界トップ10位に入った数少ない選手の一人である。 ATP ツアーではシングルスで1991年ウィンブルドンを含む18勝、ダブルスで1992年ウィンブルドンとバルセロナ五輪を含む10勝を挙げた。1991年のウィンブルドン男子シ,シングルス優勝者、ATP ツアー世界選手権1993年優勝者である。朱騎は18歳までサッカークラブに所属し、 1988年に20歳でプロテニス選手になった。1991年の全仏オープンで、シュティヒはジムクーリエとの準決勝まで進出する。全仏に続くウィンブルドンで、シュティヒはボリス・ベッカーとテニス史上初のドイツ対決の決勝を戦い、一歳年上のベッカーを6から4、7から6、6から4のストレートで破って4。 大大会初優勝を飾った。女子シングルスでは、シュテフィグラフが優勝したことから、このウィンブルドンは2年ぶりのドイツ・アベック優勝と呼ばれた。大会前年優勝者として臨んだ1992年ウィンブルドンでは、準々決勝で第5シードのピート・サンプラスに敗れて、連覇を逃したが、ジョン・マッケンノーとペアを組んだ男子ダブルスで優勝を果たす。 シキヒト・マッケンローは男子ダブルス決勝でジム・グラブリッチ・レネバーグ組と歴史的な名勝負を繰り広げ5から7、7から6、3から6、7から6、19から17のスコアで優勝を飾った。試合時間5時間1分はウィンブルドン男子ダブルス決勝の史上最長時間記録である。1992年限りで現役を引退したマッケンローは 最後の4大大会タイトルを朱キヒとのペアで獲得した。この後、朱キヒは1992年バルセロナ五輪に戻りつ代表選手として出場し、ボリス・ベッカーとの男子ダブルスで金メダルを獲得した。朱キヒとベッカーは決勝で南アフリカ代表のウェイン・フェレーラピート・ノーバル組を7から6、4から6、7から6、6から3で破っている。しかし、 シングルスでは2回戦で、同じドイツのカール・ウーベシュテープに敗れた。1993年の男子、テニスツアー年間最終戦で、シュティヒは決勝戦で、当時の世界ランキング1位、ピート・サンプラスを7から6、2から6、7から6、6から2で破り、このビッグタイトル獲得により、世界ランキングを自己最高の2位に上げた。しかし、 1994年の4大大会では、全豪オープン1回戦、全仏オープン2回戦、ウィンブルドン1回戦敗退に終わり、キャリアの最盛期に入ったサンプラスとの差を縮めることができなかった。それから、シュティヒは全米オープンで、自身2度目の4大大,大会決勝進出を果たしたが、世界ランキング20位のノーシードから勝ち上がった、アンドレアガシに1から6、6から7、 5から7のストレートで敗れ、全米は準優勝で止まった。2年後の1996年、シュティ費は全仏オープンでも決勝進出を果たすが、ロシアのエフゲニーカフェルニコフに6から7、5から7、6から7で敗れた。全仏オープン男子シングルスにおけるドイツ人選手の優勝は1937年のヘンナー・ヘンケルが最後である。敷費は ヘンケル以来59年ぶりのドイツ人男子選手による全仏優勝のチャンスを逃したことになる。1997年のウィンブルドンで、シュティヒは6年ぶり2度目のベスト4に進出したが、フランスのセドリック・ピオリーンに7から6、2から6、1から6、7から5、4から6のフルセットで惜敗した。この大会を最後に、シュティヒは肩の故障から現役を引退した。 現在は35歳以上の現役引退選手を対象としたシニアツアーに参戦している。指揮費は2018年に国際テニス伝導入りを果たした。高速サーブに加え、ボレーとバックハンドストロークにも高い技術を持つオールラウンドプレイヤー。綺麗なフォームから打ち出すサーブは200キロ以上。1991年ウィンブルドンでエドベーリー。 ベッカーを連覇し優勝した際は、1980年代後半を代表するビッグサーバーであるベッカーのサーブを平均10キロ近く上回り、衝撃を与えている。岩にセビッチ、サンプラスと共に1990年代の最速サーバーの一人である。またボレーもうまく、片手バックハンドも強力であることから、キャリア初期はサーブの速いエドベリと称されたこともある。 しかし一つ一つ一つの技は最高レベルであるが、プレイヤートータルとしては、数少ない絶好調時期を除き、3プラス、アガシ、ベッカー当時代の最強プレイヤーたちに及ばず、特にアガシを苦手としており、6連敗と一度も勝つことができなかった。結果として、1991年の衝撃的優勝後、飛躍することができず、4大大会では、 この1991年ウィンブルドン優勝の1回に止まっている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。